とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー攻略ですね。今日は21階から25階となっております。順調にやってたら、急に落ちて、また1階からスタートになってしまいました。21階、行きましょう。ここは、エンダーマイトがいっぱい出てきて、まあ、特に問題なく倒せる場所です。まあ、この辺にいた方がいいね。極力入り口ぐらいで戦った方がいいです。先の方に行っちゃうと、溶岩に落ちちゃうことがあるので、極力、入り口の方で戦うようにしましょう。よっしゃ。もうほんと敵はここね、危険なやつとか何も出てこないんで、大丈夫だと思います。ただ、普通の武器で来ると、ちょっと、めんどくさい、と思うんで、ボーンクラブっていうのは、ここは、必須かな？ボーンクラブは、かなりここで、広範囲の敵を倒してくれるので、役に立ちます。よっしゃ。よっしゃ。オッケー。ここは、特に問題なくね、いけると思いますよ。よし。行くぞー。まあ、最後の方がちょっとね、また難しくなるので、気合を入れ直しましょうね。21回、クリアです。そして、ここの報酬、地雷でもいいと思います。でも、確かにボスはワンパンできるんだけども、そこまでの、残り8回か、がね、ちょっとね、難しくなるのよ。地雷を持っていくと。なので、俺は、地雷は持っていかないことをおすすめします。そっちの方がいいと思う。今回のボスは、そんな HP 高くないし、地雷なくとも全然倒せるので、うん、ここは、ビーネストアーマーをおすすめします。エンチャントは、クールダウン、そして、冷気を入れておくといいと思いますよ。で、次、ここだね。ここはね、足元を要注意してください。あー、ミスった！ゴーレムをちゃんとね、更新して HP を回復させましょう。じゃないとここ結構きついんで、いきますね。もうとにかく、足元にね、要注意です。敵も多めなんだけども、それ以上に、このね、下に落ちちゃうと、終わっちゃうので、下に落ちないように戦いましょうね。ノックバックしてくる敵とかいるんで、そこはちょっと注意しながら戦ってみてください。うん。これ、ほんとここはね、敵以上に、下に落ちないように戦うっていうのが、重要なので、そこを、ちょっと気をつけてみてくださいね。はい、クリアです。もうここ落ちてね、何回か死んだんで、落ちないように行きましょう。まあ、パターンもね、いろいろとあるんで、そのパターンを読みながら、移動していきましょう。で、ここの報酬ですけども、ボーンクラブ。更新してください。パワーはそんなに変わんないのよ。だけども、吸血がつくんで、ボーンクラブ、こっちの方が強いです。吸血3と、そして火属性を2まで入れてください。うん。まあ、3まで入ればいいんだけども、エンチャントポイントがちょっと足りないと思うんで、炎は2ですね。はいはいはい。まあ、ここ特に問題なくいけると思いますよ。まあ、もう吸血でね、うまいこと HP も回復できるんで、やりやすいです。で、エンチャンターは早めに倒す。うん。まあ、このボーンクラブだったらば、一発殴ればすぐ倒せると思うんで、どいて、どいてくれ。はいはいはい。いったね。はい。
クリアです。特に問題ないと思いますよ、この回は。では、23回クリア、23回の報酬、ここは、なしです。だね。で、ここがね、ネクロマンサー、出てきます。注意していきましょう。まあまあまあ、いつも通りの感じでいけば、全然大丈夫と思うんで、しゃっ、オッケー。うん。で、ボンクラブに吸血も入ってるんで、まあ、多少ダメージもらったところで、回復もできるんで、大丈夫です。はい、次。OK。もう出ないっけ？いや、まだ出たような気がするぞ。OK。もうね、このね、タワー第2章は、矢がものすごく重要。しゃ。OK。はい、もう一回。OK。いいよ。余裕。待って、俺が倒す。よし。おっしゃ、矢が出てきた。いいね。で、最後のネクロも、最初と同じく。なんか、重いな。よし。ああ、もったいない。矢を持ってる可能性があるからね、できれば、地上で倒しておきたいところ。もう出てないね。よし。まあまあ、180本。なかなかじゃないでしょうか。24回クリアです。で、ちゃんとね、ゴーレムは HP マックスでいきたいので、一度更新をしてあげましょう。で、強化メイルに変えときます。で、強化メイルのエンチャントは、クールダウン。そして、雪玉。防護ですね。次クリアすると、防護3まで上げることができます。いくぞ。ここはね、かなり敵が多いので、気合い入れていきましょうね。かなり多いです。でも、いつも通り、よし、OK。ゴーレムと、愛のメダルをしっかりと使っていってやれば、問題なく、いけると思います。ゴーレムがなんか挟まってる。仕方ねえか。OK。やっぱね、クールダウンっていうのがね、ほんと重要になるんで、クールダウンは絶対に入れた方がいい。いけ。ゴーレムちゃん。え、なってる？ゴーレムにエンチャントがかかってない。あー、嘘！落ちちゃった。まあいいや。よし、エンチャントゴーレムで、無双していきます。じゃあ、いけ。はい。特に、敵が多いだけで、あまり前に出すぎず倒していけば、安全に、いけると思うんで、前に出すぎないように、いきましょう。終わりかな。よし。OK。敵多めなんで気をつけてくださいね。25回クリアです。で、ここ。ソウルダンサーのローブ。これがなんか重要なのかなと思いきや、俺は別にいらないと思います。ここの報酬はエンチャントポイントで大丈夫です。はい、ということで、今回は21回から25回までクリアしてきました。この辺になるとね、装備が、ある程度固まってくるので、結構楽になってくると思います。まあ楽になったからといって、ガンガン前に出ていくと、ちょっと危険なので、あまり前に出ないように。うん。前に出すのは、ゴーレムと愛のメダルで、勝った敵だね。そいつらを先行させて、自分は後ろから行く感じ。で、行くと安全に行けると思います。はい。では次は26回から30回ラストですね。やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。